ほう、先ほどから悪臭がしていたが、そうか。盗み見をする不届き者がいたか。無礼者を、雑種の分際で、俺の姿を直視するな。ほう、何かと思えばセイバーのマスターとは。戦う意志はあるようだが話にならん。ちょっと待てよ。そいつさ、僕の知り合いなんだよ。よう、久し。なんだ、ブルって声も出ないのか。ああ、そうだったそうだった。いや。おい、そうだよ、そういうことだ。紹介が遅れたが、そいつは僕の新しいサーバン。命乞いしろよ。断る。そこまでよ。そ、と、だ、殺したのはそ、もっとも、どうであれこっちの気は変わらないわ。シンジ。なるほど。俺の打倒はできぬと悟り、マスターを狙ったか。交渉。そうよ。シンジが死んだくらいじゃ、あんたは止まりそうにない。今ならシンジを救えるもの。あんただってサーバントなら、マスターを失うのは。なるほどなるほど。いや。状況が変わったぞ、シンジ。そうか。いや、そう。一応私もほっとしたわ。あんたみたいなのでも付き合いは長い。まあいい。それよりどうだ、遠坂。僕たち。そうだよ。君もキャスターが力を蓄えているのは知ってるだろ。劉道寺は今回の祭壇な。わかっ、バーサーカーのマスターは倒したけど、これだけじゃ足りない。お断りよ、シンジ。あんたが誰とつながっているかは知らないな。わからない。腐れ縁から忠告するけど、もうちょっと周りを観察。マトシンジをマスターだと思っているのはあんた一人だけよ。あんたには魔術。やれ、ギルガメッシュ。なんだよ、やれって言ってるだろ。いいや、残念だが時間切れだ。これ以上放置すれば腐ってしまう。
そうだ。それでどうする？こっちから仕掛けず、守りを固めるっていうのなら、ここに残ってもいいと思う。食料も暖も取れるし、壁を直せば牢城の真似事ぐらいできるしね。いや、守りを固めたところでキャスターがセイバーを完全仮に、もしここで生き延びたと、私たちだけじゃなくなら、やることは一つね。キャスターがセイバーを手に入れる前に、やはり来たか。悪いわね、アッチャ。私たち見ての通り都市空見だもの。一日間が何？信じられないでしょうけど、今日は玉砕に来たの。けど少しぐらいの運は残ってた。そうか。ええ。自分でも自分の性格が嫌。シロ、アーチャーはあなただけを襲ってくる。フォローはしない。バカ、気にする。え、トサカ、勝ち目のないことはしない主義だろ。シロ、行け。アーチャーは俺が抑える。ありがとう。上出来だ。無能。取れ。トサカ。